ちゃ。こんにちは。さあ6月19日、はい、ね、プロ野球はもう開幕というふうになりましたけれども、まあまあだからね、無観客で最初は行うっていう、ね、はいはい、まあ、プラスその日本の中のプロスポーツで一番まあ先陣を切ってということになるんですけど、まあね、でもちょっと心配なのがさ、はい、これ年俸ちゃんと払うのかっていうことだよね。そうなんですよ。いや払うんだったらもうスタートして、はい、そのままでいいよ1年間、はいはい、だけど、うん、これちょっとあの交渉してくれとかさ、はい、考慮してくれとか、うん、いろんなことになってくると、うん、これ19日までにスタートしないと、はい、19日スタートしたからってモチベーション下がるよ選手の。ですよね。あと記事でも、うん、そういう年俸が減りますよ、その可能性がありますとか、そういう記事一切入ってこないじゃないですか。いや、まあ、交渉してるところどころでは入ってきてるけどね。ところどころでは入ってきてるんだけど、はい、まだ全然交渉の場も設ける、はい、そういう話もないし。そうですよ、ね、だからそれどうするのかなと思って。それ今選手会とその NPB 側でなんかいろいろなんかそういう場は設けたりは、いや設けたりはしてないでしょ。設けたら記事になるでしょ。ですよね、うん、でメジャーリーグはそれで今揉めてますよね、うん、一応メジャーリーグは今季7月の4日前後が開幕になるんじゃないかって言われていて、でそれによってその82試合っていうふうに想定した場合、今エンゼルス の主砲のトラウト、はい、最高年俸なんですけど、これ41億4300万円が9億800万円まで減る、はい、そらね。で選手側は冗談じゃないと。いやそりゃそうでしょ、うん、そしたらやらないって言うでしょ。これストライキみたいな形に可能性があるよね。なりますよね。いやだからそこら辺を日本はそのまま支払うのかっていう話です、はい、そうですよね。いやそれ決めてないで試合やってる途中にその話持ってったって、はい、やっぱ選手は飲まないよ。でもこれはね、でもね、契約っていうのはさ、はい、オフに契約を交わすよね、はい、で今年の1年の年俸決まってる、はい、それ反抗した時点でもうこれはもう決定事項だからね。ただこういう状況なんていうのは誰も想定してないわけじゃない、はい、だから揉めるって多分ですけど、文言にも入ってないよ。あ、みたいですね。やっぱそういう不足の事態はもちろん入ってない、うん、入ってないよ統一契約書に。で豊さんが想像するに、うん、今話し合いってしてると思います、ここの、それともこの状況、ここではしない。やっぱ統一感が欲しいから、うん、だからこの球団は 100% 出しますよ、この球団は 50% 減らしますよって言ったら、うん、それはプロ野球としての成立が成り立たないじゃん。あ、やっぱ足並みは絶対揃えなきゃ、うん、そりゃそうだよね。ですよね。ただその球団によっては資金力のある球団と、うん、そうじゃない球団とかもあるじゃないですか。そうなった場合に足並みどうなんですか。だから相見取るおうちはこう思ってるけどこっちはこれぐらい出そうってじゃあちょっと相見取ってまあここら辺に しようとお願いしますよって、それを選手側に提示をするという形になってくるけど、はい、多分そうなってくるとね、うん、でもこれは開幕前にもうしっかり決めてやらないと、うん、途中だったら、はい、いややめたっていうようなことならなければいいなと思うよ。いやだから例えばその記事ね、いろんな記事の中でもしかするとこう2度目のなんかこうプロ野球ストライキに今年あるんじゃないかみたいな、うん、いやでもね状況的にストライキはやらないと思うよ。コロナっていう状況もあるからってことですか、うん、これやったらもうやっぱ選手が叩かれるよ、ファンに。あ、ファンに叩かれる。まあ、うん、そうだね。うん、あ、だって経済がさ破綻しかけてて今ね、はい、うん、それで選手側がそのストライキだって言ったらもう応援してくれなくなるよ。見え方的に選手が悪くなっちゃうってことですね、うん、ただだから選手側もやっぱ聞いた方がいいと思う、はい、ちゃんと年俸支払えるのかって全額、はい、うん、いやうちは 20% カットっていうことは考えてるとか、はい、そういう答えは出す球団もあるだろうね。そうですよね。じゃないと選手側も翌年の税金のこともありますもんね。あるある。お、俺使っちゃったよみたいな。いやたださ今年活躍したからって、はい、じゃあ年俸上げてくれるのかっていうことがあるじゃない。そこもですよね、うん、結局上がる、上がる。だから査定も毎年の査定とは、はい、やっぱ評価はこうちょっと変わってくるんじゃないかなと思って、いくらやったって上がらないって。そうですよね。だって利益がないんだもん。確かに。いやだから、まあ、そこら辺の話し合いもしっかりやらないと、
じゃあ来年全員が現状維持だと言ってもやる気がなくなるよね。そうですね。いや、やったものに対しての対価だからさ、うんうんうん、でも今年は上がらないって言ったらもう力抜けちゃうよね。そうですよね。だからここら辺クリアしてこないとさ、うん、J リーグなんかは結構選手があの今年減俸しますみたいなことを言ってる球団もありましたね。球団じゃなくてチームも、うん、ただそう、はい、ただそれがいや息子から聞いてないのチームであのチーム内でっていう、うん、あったんですけど、ただプロ野球はどう。いやだからいや一番心配なのはやっぱスタート前にしっかりしたことを決めていかないと、うん、例えばこれから第2波が来るかもわからない、はい、じゃあその時にそのまま通常でやるのかとか、それでなんか7月になったらお客さんを入れるっていうわけでしょ、はい、でもクラスターが発生した時にはどうするのかとか。そうですね、もうほんとこと細かにあの決めとかないと、はい、いや19日よしできるぞって、うん、じゃあやりましょうってやって、うん、つまずくようだったらやらない方がいい。そうですよね。いや本当にだからここら辺はしっかり決めとかないと。例えば一人感染者がプロ野球選手で出ましたと、うん、セ・リーグのどっかのチームに出ましたと、じゃあそのリーグはどうするのっていうこと、うん、じゃあ抗体検査を全員に受けさせておくとか、はい、いろんなことをやっとかないと、うん、まあ19日やるっていうのはすごく応援はするけども、はい、でもその裏でちゃんとした取り決めがないと、年俸もしっかり、うん、じゃないとなかなか厳しいよね。そうですよね。そうなった時に後で揉めたりとか、後でじゃあどうしようどうしようってバタバタバタってなってきちゃいますし、ただね、うん、一つ言えることは、はい、どれが正しいかっていうのはみんなわからないわけよ、はい、ね、初めてのケースだし、うん、だからその善悪をつけるんじゃなくて、ね、やっぱ応援するというスタイルは変えなくても、うん、ただ決め事はしっかり決めとかないと問題が発生するよということは言えると思うんだよ、うん、決まったことに対しては応援する、はい、これがなんか自分が考えてることと違ったとしても、うん、やってみようって、うん、それで多分こうなるんじゃないかと予想はあっても決定事項に対してはそういう応援をするけども、うん、でも決定事項はしっかり決めていかないと、うん、これは何か起きた時に、うん、またなどうするどうするっていやなりますよね。なるよな。あと例えばセリーグでその1人例えば選手とかチームから何人か出たってなった場合、じゃあパリーグも一緒に例えば一旦中止にするのかとか、セトパって、まあ、セトパはやっぱ考え方が違うよね。そうなんですよ。だってパ・リーグはクライマックスやる、はいはい、セ・リーグはできないみたいな、はい、もう足並みが揃ってないんだよ、はい、でもまあこういう時だから12球団足並み揃えればいいのにさって思うよ。ですよね。12球団でなんかちょっとルールを作るというか今季は、うん、なあ、だからそういう方がいいと思うし、はい、だから決め事はしっかり決めて、うん、年俸もいや本当に大変な球団は、うん、もうそういう話し合いをすぐ持つとか、はい、まあ、球団によってやってくれってコミッショナーが言うかもわからないし、うんうんうん、いやこれはもう12球団の問題だから12球団で話し合おうとか、はい、もう本当出していかないとさ。いやそうですよね。だからもうあともう6月入ってますし、もうあと本当にね何日かで19日開幕するっていう中で、一体その選手と例えばチームとどういうことができてるのかとか、うん、その12球団の中でのルール決めだったりとか、うん、そういうのがどこまで詰められてるのかなっていうのが、はい、だから今年 FA を本当は取れる予定の選手が何試合か削減して一軍登録がなくなったとしたら FA 取れないわけでしょ。いやだからそういうことはどうするのかとか、はい、もう本当決めなきゃいけないことって山ほどあると思う。そうですよね。今年の1年に限りはね、うん、だからそこら辺はやっぱ早い対応をしてほしいなと思うけどね。あとその日本シリーズが今11月じゃないですか、ずれ込んで秋季キャンプとかいやできないよね。もうやっぱりやらない。いややっぱもう集団で行動すること自体が今の現時点では考えられないじゃない。だから自主練になるよね。あそこら辺も、うん、あじゃあなんかそのシーズンが終わった後のことも、まあ、どうなるのかとか、まだ全然じゃあいや全然わかんない。だって表彰式だってできないでしょ。そうですよね。まあ、遠隔になるのこのままだったらね。例えば遠隔とかリモート表彰式になるのかちょっとわからないですけど、うん、まあだからいろんな、まあ、スタートする前にできる限り考えられることは、はい、やっぱ危機管理をちゃんとしとかないと、うん、何か起こった時にはもう知らないよっていうことだよね。そうです。できなくなるよって。
プラス豊さんが、まあ、もし今現役の選手だったらやっぱりそのもしクラスター発生したら試合どうなるんだろう、自分たちの年俸はどうなるんだろうっていう不安を抱えながら開幕しないといけない。いやだから何も言われなかったら現役の時はそのまま支払うんでしょっていうような感覚で、途中で言わないでしょみたいな。もし途中で言われたらなんで先に言わないのっていうことになるじゃん。やっぱりそうなるんですよ。いやただ それによって力を出し惜しみするとか全力でやらないっていうことはないよ、はい、でもやっぱりこう気分的なものがあるじゃん、うん、いやだからどれが正しいっていうことはないって言ったけど途中で、うん、やっぱちゃんとした話し合いでやっぱこう納得してやるということ、うんね、それが俺が一番大切だと思う。そうですね、うん、ファンにとってもそうですし、やっぱ戦う選手にとっても、うんまあ、チームにとってもっていうことですよね。そうね、うん、だからまあそこら辺をちょっと危機管理と含めて、はい、クリアにしてほしいなっていうふうに思いますよ、うん、そうですね、はい、はい。